考えてきました。でその前にさ、一つさあれって思ったのがさ、あの奥様さ部屋で休ませてくださいとか言ってたけど、そこって死体がある部屋じゃないの？奥様の部屋でだって殺されたんだよね。それみんな普通にすんなり受け入れてたけど、そこいいのかよって今改めて思ったんだけど、まあそこはいっか、そこは一旦まあじゃあ置いとこう、置いとくとして、今回の事件で普通に考えたら犯行可能なのはまあ熊旦那、大奥様も歩けるとしたら可能なんだよね。唯一不可能なのはメイドと奥様な感じがするけど、奥様留守だったしね。犯行はまあメイドと奥様以外は可能なんだよね。旦那さんも大奥様もまあ別に殺そうと思えば殺せるんだよね。奥さんの部屋で殺した後に自分の部屋にダッシュで帰るみたいな。でも奥様はさすがに距離が、部屋の距離があるし、で旦那もちょっと単純すぎるよね、そういう意味じゃ。でメイドは鍵を持ってないんだよ、だから鍵を開け閉めできないはず。ただこれが犯行が2人だとしたら可能なんだよね。どうなんだろう。まあ俺の考えた答えはメイドと奥様が組んでるかなって思ったんだよね。奥様がまあなんか誤って殺しちゃったと、部屋で。まあ、例えばあの部下が泥棒で奥様の部屋で鉢合わせして、で奥様がまあ抵抗してまあ不可抗力で殺しちゃったと。でメイドに相談して、これはじゃあ幽霊の仕業ってことにしましょうみたいなそんな感じにしたと。でガシャンって音立てて奥様の部屋で何がみたいな感じで行って、そしたらだって鍵開いてたんだよね、最初閉まってたのに。だって開けた人がだってその時点でいないじゃん、不明じゃん。だから奥さんが開けたって考えるのが一番自然なんだよな。で部屋に入った時に、まあ、奥さん出かけてていないってことになってたけど、なんかどうにかして立ち位置的にメイドがかばったんじゃないのかな。メイドの後ろの壁とかドアの後ろとかさ、なんかそんな感じでメイドの陰に奥さんが隠れてて、で大奥様大丈夫かっつってみんなが向かった時に奥さんはその隙に部屋から出て一旦外に行ったとかね。だからメイドと奥様が組んでたら可能かな。旦那はまあなんか相当気に入ってた部下みたいだったけど、何かあって恨んでるのか。でも旦那が犯人の場合は別にトリックうんぬんとか何も関係ないよね。各部屋の鍵とか持ってるだろうから、旦那なんだから。じゃあまあ普通に奥さんの部屋の鍵開けて殺して戻って自分の部屋で寝れいだけだからね。奥さんの部屋の鍵が開いてたっていうこと、そのこと自体がなんか変な感じだよね。まあだから考えてもよくわかんないんだけど、勘でとりあえずじゃあメイドと奥様が犯人ってことで、その方がなんか犯人像がなんかしっくりこない、物語的に。これだって旦那さんが犯人だとか大奥様が犯人だってなんかちょっと盛り上がんなくないまあいいや、よし、じゃあそんな感じで俺の最終ファイナルアンサーはじゃあメイドと奥様でお願いします。どうしよっか、奥様で行くか、じゃあまずどっちかだもんね。で奥様、奥様あなたです。意外。順を追って説明しましょう。今回の被害者と不倫関係にあったあなたは、おそらく数ヶ月前から屋敷内で相引きを繰り返していた。そこをメイドさんが目撃、すっかり二人の関係はバレたと思い込んだ。このように実際は不倫とはつゆほども思われていなかったわけなんですが、不貞がバレたと思い込んだあなたはあらゆる手段でメイドさんを殺害しようと企む。あれ別に二人組んでる感じじゃないか。これが今回メイドさんから依頼のあった幽霊騒動ってわけです。そんな私を殺そうとしていた幽霊の正体が奥様だったと。先日会ったという盗難の件もおそらく奥様の自作自演でしょう。そうなの？自室に鍵がついていた方が密会もしやすいですからね。なるほど、そっか。今日も出かけると嘘をついてご自分の部屋で被害者と会っていたのでしょう。そうなのか、もう全く俺の推理違ったそこで口論になったのか分かりませんが、飾ってあった壺を被害者の後頭部へドカーン、殺してしまったと。
殺害後、奥さんは身を隠しつつ屋敷の外へ出て、何食わぬ顔で帰宅した。なんかおかしい。どうやって出てたんだよ。ちょっと待った。身を隠してたって言うけど、この子はどこに隠れてたって言うんだい。さっき三蔵密室だの犯人は消えただの言ってたじゃないか。それはどう説明つくらんない。そこはあれですよ、秘密の部屋とかあるんでしょこういう屋敷にはよくあることですよそんなものあるわけないでしょうるさいな、探偵の言うことは絶対なんですよたとえ根拠がなくてもあんたたち人のことで。いやいや、根拠ありますから。ちゃんとマジで俺も推理全然もう分かんないわ。大奥様、なんです？ちょっと空気を入れ替えた方がいいようです。窓を開けてくださいませんか。メイド、ぼーっとしないで窓を開け。いえ、大奥様にぜひ。どういうこと？ベランダを伝っていけるってこと？ベランダを伝っていけるんだとしたら、なるほどって感じだよね。大奥様の部屋に逃げ込んだってことか。で、ベランダ伝いで、みんなが大奥様の部屋に来てる時にベランダ伝いで自分の部屋に戻って逃げたってことか。この二人が組んでんのか。ん？どういうことです？みんな黙っちゃってできないんでしょ。できるわけないんです。大奥様は足を悪くして歩けないんですから。ん？変装だったのか、さっきの立って歩いてたやつ。けど大奥様昼間歩いてたじゃないですか。それはもうスタスタと。そこに答えがあると僕は踏んでいる。ずっとおかしいなと思っていたんだ。大奥様が突然歩けるようになったこと。助手が言うように本当は歩けるのだけれど、今まで黙っていたのであれば何も今日披露する必要はなかった。だってそうでしょ、歩けないってことにしておけば無条件で容疑者から外れるんだ。たとえずっと前から歩けたとしたって、今日ばっかりは黙っていた方がいいに決まっている。確かに。それにもう一つおかしなことがあった。メイドさん、あなたです。え、私？確かに情緒がおかしいそこいや、そういうことではなく、それもあるけど、僕はメイドさんが奥さんの不倫を知ってしまったから、それを口止めするため殺されそうになっているんだと思っていた。だからあえて奥さんの目の前でメイドさんは奥さんの不倫を知らないこと、幽霊の仕業だと思い込んでいることを話したんだ。そうすれば奥さんがメイドさんを殺す理由がなくなると思ってね。なるほど。あれあれ？けどメイドさん、その後ついさっきも一度殺されかけてますよね。首を絞められて。不倫がバレてないって分かったんだから殺される理由もないはずでは？その通り。それじゃあ殺されそうになる理由は不倫の暴露を恐れてじゃなかったってことですか？それとも奥様が犯人じゃなかった？それは半分当たりで半分外れだね。二人か。だ、大奥様と奥様の二人が犯人なんだ。で、こいつの目の前で幽霊だって思い込んでるよって説明した時はもう大奥様部屋に帰っちゃってて、それ聞いてないから、大奥様自身がまだ不倫のことを言っちゃうかもしれないと思ってメイドを殺そうとしたってことか。だ、二人がかりで殺そうとしてたってこと？半分？正確にはメイドさんの殺人未遂は初めの3回は不倫の口封じのため、今日の1回はまた別の理由のために殺されそうになったんだ。もちろん全てこの奥さんにね。そうなのか、奥さん関係なかったすまんな奥さん別の理由？メイドさん、あなたこの短い間でどんな新しい撮影買ってたんですか？私は何も。あ、紅茶こぼしたじゃないですか。あれじゃないですか？あれは本当に申し訳なく、しかもあれ大奥さんだしな。ティータイムを邪魔する者にはしようってことですね。違う。重いな、ティータイム。けどまあ、その出来事がきっかけだったのは確かだ。メイドさん、あの時紅茶を大奥様の足にこぼしたあなたがどうしたか覚えていますか？大奥様が火傷されては大変と思い、慌てて靴下を脱がして手当てをしようとしていましたわ。その時何か気づきませんでしたか？いえ、何も。無我夢中で。
大奥様のこの白いおみ足に火傷の跡でも残ったら大変って。白いおみ足、あ、まさか。そう、大奥様の白いおみ足なんてありえないんですよ。パンダの足は黒いんだから。ん？奥さん、犯行後のあなたの行動はこうだ。俺さ、全然推理さ間違ってたけど、犯人だけはぶち当てたな。まさかの。探偵向いてるかな。僕らが近づいてくる音に気がついたのか、あなたは大奥様の部屋に逃げ込む。そこで説得したのか脅したのか、大奥様の協力のもと一時的に隠れることができた。しかしそれもその場しのぎだ。人が死んでるとなれば警察が来るのは時間の問題だし、何より探偵なんて危機として捜査ごっこを始めそうな輩もいる。そこで、大奥様との二人羽織？そういうこと。二人羽織なんだ。二人羽織だったんだ。そんなことできんのかよ。その発想はなかったわ。奥さんが大奥様を背負って二人で一人の人間と見せかけたんだ。よくバレなかったな。道理でどんなに探しても犯人が出てこないわけだよ。実に大胆、前代未聞のトリックだ。あれ、じゃあさっきメイドさんが殺されそうになった理由って、ここ猫って書いてあるけど助手じゃね。これメイドさんが足の違和感に気づいてこのトリックがバレるんじゃないかと恐れていたからだろうね。ま、奥さんの足を見たらすぐにわかることだよ。きっと火傷の跡が。無理がある。二人羽織なんてそんなバカなこと、そんな無茶苦茶な話、私は認めない。お母様、ありがとうございます。もういいんです。あなた、でも私が彼を殺しました。探偵さんのおっしゃる通り、メイドを殺そうとしたのも、盗難騒ぎを起こしたのも私と彼がやったことです。ああ、なんだか肩の荷が下りました。秘密ってすごく苦しいことなんですね。でもあなた、どうして、あなたとあの青年、二人は愛し合っていたんじゃないの？その気になったら駆け落ちだってできたんでしょう。そう、駆け落ちするつもりでした。もうその準備もしていて、今日まさに結婚するはずだったんです。今日彼が迎えに来て私をこの屋敷から連れ出してくれるはずだった。それなのに、それなのに、今朝会うなり彼が、この話はなかったことにしようって。なんですって、最低なんですけど。奥様、口調が、キャラが。あの時、え、やっぱりやめるって、どうして？なぜだかわからないけど、3日くらい前から急に怖くなったんだ。そんな、私を連れて逃げてくれるって約束してくれたじゃない。そうは言ったけど、いざ結婚まで数日ってなると冷静になったのか。うん、やめようね。とりあえず今日は。無理よ、今度なんか来ない。今日じゃなきゃ。なんでそんな、今日の君なんか怖いよ。僕はもっと平穏に暮らしたいんだ。私は彼を必死に説得しました。幸せを手に入れるためにはちょっとの勇気が必要なんだって。それでも彼が首を縦に振ることはなく、そうこうしているうちにも時間はどんどん過ぎていきます。主人がいつ気づくかもしれない、そう思うと気が気じゃなくて、声を押し殺して説得を続けていたら、突然ドアノブがガチャガチャと鳴り出して。ああ、探偵たちが調べに来たからな。奥様のお部屋では幽霊は出たことがないんです。奥様は今出かけていて鍵もかかっていますし、特に見ることもないでしょう。ガチャ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 。本当だ、閉まってますね。君本当自由だな。あれか。なんか殺人の引き金を引いてしまったみたいですみません。あれですね。彼も私もすっかりパニックになりました。
彼はバレたんじゃないか。だからこんなこと早くやめるべきだったんだ。駆け落ちなんて馬鹿げているって、そんなひどいことを言う彼が許せなくて、そこからは口論に、それでカッとなってやってしまったと。はい、本当に申し訳ございません。こうなったのもあの人、あいつが。あいつ？そう、あいつ。旦那のこと？あいつが、あの草食系男子が、土壇場になって日和るから。ああ、死んだあいつのことか。何が草食系だ。草なんて消化に時間かかるばっかで栄養に乏しいんだよ。欲しいものは自分から借りに行く。それこそ動物ってもんだろうが。お、奥さん。なんて今更こんなこと言ってもしょうがないわよね。お前まさか嘘だろう。あなた、ごめんなさい。そんなふふ。さっきはつい取り乱しちゃって。なんだかんだ私たち似た者夫婦ってことだったのかしら。本当今さらそんなことに気づいても遅いのに。迷惑かけてごめんなさい。体には気をつけて、お酒は控えて、脂っこいものばかり食べすぎないで、あまり睡眠薬を飲みすぎるのも感心しません。それからさようなら。終わったのか、事件が。悲しい事件だったね。結局よくある痴情のもつれでしたね。そういうこと言わないの。まあ内容はともあれ、事件解決お見事でした。先生、さすが名探偵ですね。ありがとう。まさかのトリックでしたね。まあ二人羽織はな、さすがにびっくりだよね。解けた方がむしろサイコパスというか、バカミスというか。バカミスって初めて聞いた言葉。褒めてるのそれ。さあ事務所に帰りましょうか。そうだね、事務所に帰るまでが事件ですよ。なんか不吉だよ。この時彼らはまだ気づいていないのだった。この事件がまだほんの序章でしかなかったことを。やめて。終わりかな。日常に埋もれた見過ごしがちな違和感を見つけられるもの、それが探偵。それも名探偵と呼ぶ。それがたとえカバがメイドで、クマが大金持ちで、白クマがウサギを殺して、パンダが隠蔽するような無茶苦茶な世界でも、その世界の違和感を見つけることができるもの、それこそが名探偵なのかもしれない。終わった。なんだこのアンパンマンの世界のなんかシリアスバージョンみたいな変なゲーム。面白かったな。泣いてる。一応奥さんのことを悪くは言ってたけど好きだったのかな。イラストが可愛かったね、とにかく。ただ名前がないからさ、そこまで愛着持てなかったのは、名前つけてほしかったな。これ猫探偵とか女子とかさ。ジ・エンド。お、ハテナ。え、でももう続きないっしょこれ。え、もう続きないっしょ。まだあんの？あんの？いや、うん、戻っちゃったわ。ないわ。ないない、ないっしょこれ。ないよね。え、あんの？え、データ、うん、これセーブデータって話だもんね。ないや。うーし、というわけで猫探偵最初の事件。このゲームなんか、まあだいぶ前からあるみたいだけど、続きがあるんだかないんだかちょっとよくわかんないんだけどね。まああるんだったらやってみたいかなとは思うね。もうかなり難しかったな、推理。全然当たんなかった。犯人だけは一発で当てたけど。まあ理由はもう全く、推理はもう全く当たってなかったわ。難しかった。よし、というわけで今回はこの辺で終わります。それじゃあ他の動画で会いましょう。またね、バイバイ。